M.Y. 先生、who has been a good friend of mine, or a member of an assembly in Aichi Prefecture, Japan, writes me about the incident as follows.I forgot to tell you on the April 20th incident, but during Mr. Hayashi's lecture, just after the second half began, a strong white light, like a flash, flashed behind me in the second row. I just did see it. I looked behind me and saw that there was no one there or nothing there.So, I asked my wife for sitting on the left, but she didn't seem to notice something, so I thought it was just my imagination. But after the lecture was over, I told everyone about it, and there was a man sitting on the right, Mr. F. Sensei, who was sitting there, said, That is right. I also saw a white flash.Coming from behind at the same time. I don't know at this moment what it was, but I didn't feel bad about it, so I'm guessing that someone from a higher dimension came into the room. Please use this mail as a research reference. From Mr. M.Y.4月20日に言いそびれたのですが、実は林先生の講義中、後半始まってのすぐの時のことですが、私が座っていた2列目の後ろで強いフラッシュのような白い光が一発光りました。後ろを見ましたが、誰もおらず何もありませんでした。で、左側に座っていた妻に聞いてみましたが、気づかなかったみたいです。で、私は気のせいかなと思いましたが、講義が終わってからその話を皆さんにしたら、右側に座っていた F 先生が、あれはやはりそうか。私も同じタイミングで白いフラッシュを後方から光るのを見た、と。それが何であったかまではわかりませんが、悪い気持ちにはならなかったので、高次元の方が来られたのかなと推測しています。研究参考にしていただければ嬉しいです。MY より。どういうことなんだろう。全然焦らなくて。
入ってないんですけど、まあ、内容聞いて、また入ってなかったら、また明日でも、この時に電話させてください。それでね、後ろから見え、光が走ったってことは、光そのものの光源とは見ておられないわけですよね。光の光源は、後ろから、バシャッと本当にフラッシュのような強い白い光を受けたので、その白い光は、その団子っていうんですかね、その光ったのは、見えてますね。で、部屋中、大元は見えてないですね。部屋中が明るくなったわけですか？あ、そうです。私の、光側、右側か。はい、右側がバシャッと光ってですね。はい、今入ってます。録音中で出ました。はい。はい、もう一度2024年の4月20日の勉強会の席で、Y 先生がご経験なさったことを今お聞きしているところですけども、右側の後ろで光ったという感じがしたわけですね。あ、そうです。右の後方からバシャッと本当強いカメラのフラッシュのような白い光が光りましたね。あ、そうですか。それはそれで部屋の中が明るくなったとか、そういうことはあるんでしょうか？だから、部屋の中が全体明るくなった感じではなく、本当に真後ろから一瞬バシャーッと明るくなったような感じで、すぐ振り向いたんですけど、後ろ側には何もなく、誰もいなく、そして、左側に座っていたワイフに、今なんか白い光光ったよねっていうことを聞いたんですけど、ワイフは気づいてなく、で、おかしいなと思ってたんですけど、後ほど、F 先生が右側に座ってたものですから、うん、お聞きしたところ、やっぱりあれそうだよねっていう感じで、F 先生も同じような光を感じたっていうのを言われてました。あ、そうですか。それで、光フラッシュ光っていうのは、例えば本当の本物のカメラのフラッシュ光に短時間のものであったのか、それとも、でがーって光ったのか、パッて光ったのか、その辺はどうなって印象はいい？カメラのフラッシュよりも強いですね。強い白い光が、ビシャッと光った感じですね。ふわっとではないです。バシャッと大きく。長くじゃなくて短く。短く一瞬大きくですね。大きく光って、それで、はい、わあ、なるほど。あ、わかります。その感じが、だんだんわかってきましたがね。まあ、フラッシュ光というのは、はい、まあ、後ろから流れたというのはめったにないことなもんですから、どんな感じかちょっと今度は実験してみないとわからないんですけども、で、前の方で見たと。で、周りの人は何も動揺なさってる様子はなかったわけですか？あ、そうです、そうです。その時は、周りの人は気づいてないか様子で、ワイフに確認してもわからなかったので、うん、逆に、F 先生にはその時聞かなかったんですけど、自分の気のせいかなと。で、終わった時に、F 先生に、なんかああいうの光りましたっていう話をしたら、あ、やっぱりそうかと。その F 先生も気のせいかなと思ってたらしいんですけど、誰も、聞いてなかったの。で、やはり私と話が一致したものですから、フラッシュのような光は、間違いなかったんだねっていうことが確認できた感じです。そうですか。で、私は全然気がついてないんですけども、私はそんな表情であれ横向いてたのか、そんな、何か記憶になることを、あることありますですかね。例えば、下を向いてたとか、後ろ向いてたとか。ああ、先生がその時どこ向いてたかまでは覚えてないんですけど、説明されてたと思います。一生懸命。どんな話をしてたかはわからないですね、もちろん。あの後、大根田さんの部屋に現れた開口事件の話をずっとしてたんですけど。開口事件の話を初めてするです。確か。初めてすぐ。はい、そうですか。わかりました。それで、その時にバッと後ろ光って、で、背中側には、Y先生の背中側には誰もいなかったわけですよね。2列目って言いますか。誰もいないです。私も確認していなかったし、F 先生も確認、その時したらしいんですけど、いなかったって言われてます。うん、壁だけですか。周りの人になんか写真撮影とかしたって聞いたんですけど、それもいなかった、ね。それはなかったです。私写真撮影なさるっていうから、フラッシュが高いと 100% 気がつきますからね、動きとか、光でね。それで私は全然気がつきませんで。で、その時のね、様子は私はずっとカメラで撮ってたもんですから、今おっしゃってくださったことを、参考にして、もう一度そのビデオを見直してみますけども、そういう、光というのは、とにかく上の方の光というのは、ちょっと普通の人間の理解できる範囲の光ではないんですよね、いつもね。
ちょっと特殊なんですよ。非常にこうなってますか、触診性があったり、見える人の、一緒に並んで見ていても見える人は見えるけども、その横にいた人は全く見えなかったとかね。そういう人、それはもうあちこちで経験してて、もうきちんとっていますか、エイリアンテクノロジーなんてね、自分で理由付けして、そのように考えているか、いろんな事件でそれがもう重なってきましたのでね、まあ、それはそれなんですけども、分かりました、これ大変貴重なといいますかね、今までのケースとはまた違ったケースなもんですから、今まではそのなんて言いますか、まあ、その光そのものを 見られた方が多かったんですけども、フラッシュコについてはですね、実は何回もあちこちで出てたんですよ。もうそうですね、岐阜のフランシュコンが最初に出たのは、岐阜会で出て、その次の4月に、それ2019年の4月に出て、9月にまたフランシュコンが出て、そして、まあ、もう数えただけでも4、5回はあって、その時にもう私の体の上で現れたとか、机の上で現れたとかという証言はいただいてますけどもね、背中っていうのは初めてなんですよ。はい、それでまあちょっと一応記録に残しておこうと、まあ、考えて、まあ、大変貴重な経験、ね、経験なさってくださったもんですから、一応記録として残させていただきます。じゃあ、このまま、まあ、ここで一応録音切る形で、記録が切ります。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。で、まあ、ここに、編集の時に切りますけども、古市先生もじゃあご覧になっているということですよね。はい、そうです。なんで、古市先生からも電話、先生に行くかもしれませんし。ああ、そうですか。まあ、楽しみにしてますけども。今度は、そうするとすごいことなんです。今まで一人が、大体フラッシュコーっていうのは一人だけなんですよね。みんなが見てても、いろんな現象を見られるんですけど、大体フラッシュコーは一人だった。今度二人だったということで、しかもね、はい、まあ、そういう方たちに見ていただいたということで、大変心強く思ってますので、どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでもうちょっとこれ余計なことですけどもね、そういうことを経験なさった方はですね、その後ね、いろんな経験なさるんですよ。いわゆるまあアブノーマルといいますかね、パラノーマルの経験なさいますのでね、今まで経験話全部そうですけども、みんな良いことが起きるんですよ。ですからね、楽しみに前向きに捉えて、はい、メールにお書きになったように書いてくださったように、悪いことは起きませんのでね。非常にこう温かくて、なんて言いますか、慈悲深い方です。そういう意味では。はい、嬉しいです。私が思ったのが、その嫌な感じを受けなかったんですよ。そういうふうにコメント書いてあったもんで安心しましたけど、今までは本当に皆さんね、その後またいろんな経験なさるんですけどね、私もまた見ましたって喜んで、それでこういうことありましたっていう感じで連絡をするんですからね、楽しみになさってください。ありがとうございます。はい、じゃあ奥様によろしくお伝えください。じゃあここまでカットしないで私ので記録にして明日かさって美女大の方で載せますが、よろしくお願いいたします。はい、楽しみにしております。はい、ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。じゃあいろいろご活躍させてください。また二人がお会いできることを楽しみにしております。よろしくお願いします。また呼んでください。はい、もちろんです。はい、お願いします。します。はい。失礼します。はい、午後9時24分です。要件を1件再生します。録音今録音が入りました。それじゃあもう一度最初から、2024年4月20日、はい、勉強会の席で、はい、Y 先生から連絡ありまして、背中側で強烈なフラッシュ光が光ったと、実際だったけども壁だけで何もなかったと、で隣の奥様にどうだったと聞いたら、奥様は何も感じなかったと、それから私もその頃、まあ、皆さんも見て話してて、もしどなたかカメラのフラッシュをたいたら、もうすぐ分かる確認だし、会場でしたからね、それはなかったと、で、話になりまして、で Y 先生の方からメールが入りまして、こうこうこうだと、はい、ということで、F 先生の名前が出ましたんですからね、それでじゃあ、ということで、確認させていただこうということなんですけども、はい、でその時の瞬間の様子を話していただきたいんですけども、はい、F 先生はどんな印象で、どんな感じだったでしょうか。はい、調べですね、奥様ですね、先生の、はい、ワイフの人が、そうですね、じゃあ、フラッシュをたかれたのかなと一瞬思いまして、はい、で後ろを振り向いたんですね、はい、川ケースさんですね、川
員さんも後ろにいたんで、あれなんかブラシを焚いたのかなと、携帯でですね、なんか光を出されたのかなと思って、2人の様子を確認したんですけど、全くそのような様子もなかったので、あれと思ってですね、目の錯覚かなと一瞬思ったりとか、なんか別の光がなんかに反射したのかなとか、そのような感じで私は捉えてまして、でもなんかそれにしてはなんか強い光だなと思ったんで、でたまたまその後で Y さんにですね、そのお話をしたら、Y さんも、あ、いや光りましたよねという話があったんで、わかりましたというようなことをちょっと話したんですね、この前の時ですね。あとってことは、別居が終わって、皆さんが解散した後ってことですね。解散した後です。はい。後で、食事の席でですね、はい、その時のお話をさせていただいた時に、私の方、なんか後ろで、フラッシュかなんか焚かれてなかったですかね、という話をしたんですよね。なんかちょっと光ったんで、という話をした時に、僕も、それ、光りましたよという話だったので、という話で、それって、あれ、それじゃあ、前さんの奥さんはどうだったんですかって、すごい気づいてなかったというような話をしてたんですよ。で、それはなんか おかしいよねということで、ワイさんとちょっと話をしてたという経緯がありました。ワイ先生と証言の内容が一致してます。はい。部屋の感じを、まあ、ここでちょっと記録残しておかなきゃいけないと思います。そこが地下室の一室のような感じの部屋で、全く窓はなくて、部屋だったんで、列は横に2列があって、部屋の一番足に私の妻が座ってまして、その横に、一人の方いらっしゃって、F 先生は前の列の左、向かって、私から見て向かって左から2番目でしたよね。2番目です。はい、そうです。わかりました。で、光の質なんですけども、はい、フラッシュ光というフラッシュ光なのか、それとももう少し長い光だったのか、ってことなんですけども、はい、フラッシュ光にしては少し、ちょっと長めだったような気はします。フラッシュ光で一瞬にピカッと光る感じなんですけど、ちょっとこう、暗いところで撮ると、その携帯のそのフラッシュもちょっと長くなる時があるので、そういった感じかなと思ったんですね。ですからちょっと携帯を確認させていただいたんですけど、そうじゃなかったという、確認したということは、フラッシュを耐えてみられたわけですか。いや、後ろで焚かれたのかなと思って、携帯を構えておられないとそれはできないことだと思いますので、で全然こう携帯に触れておられる様子もお二人ともなかったので、あれとその時に感じました。で、前先生は白い光っておっしゃったんですけども、その、はい、考えてみると白い光っていうのは、白い光でしたか。それでは普通光っていうのは、まあ、パッと明るくなったかなってな感じで、はい、光っていうものなんですけども、白い光っていうのは今ちょっと雰囲気ちょっと思い出して、何かちょっと理解できないところがあるんで、はい、白い先生はどうなりの濃い光だったように思います。だからその、色がついたような光じゃないです。だから白っぽい光です。やっぱり周りは明るくなりました。それはわからない。周りはね、明るくなってなかったです。私の、左肩の方ですね、のところでピカッと光ったんです。ああ、それじゃあ、ではちょうど、空いたってことがあるわけだ。ワイ先生は右側で、ちょっと向かって右側の席に座ってらっしゃって、F 先生は向かって左側の席で、その F 先生の左側ですから、そのちょうど真ん中で列が2つに分かれてましたので、そうですね。そこから、そのあたりから、その一番後ろから出た雰囲気だったんですね、そうしますとね。そうです、そうです。なるほど。で、先ほど、ワイ先生と話したんですけども、上の方の光っていうのは、ちょっとこう、はい、通常の人間の、理解ではできない光なんですが、全部、見える人には見えるんだけども、全く見えない人は見えないし、横にいても見えなかったし、その、という感じでの、まあ、いろんな特性があるわけですね。光源体はもちろん見えなかったとか、光だけが、はい、フラッシュ光の場合は、何にもないところで、机の、真上でパカッと開いた、が見えたとか、僕の腹、私の右脇腹、左脇腹の途中からパカッと光ったとかっていう、まあ、普通では光が出ないところで光るケースが、まあ、皆さんだけど、
中心を見てらっしゃるんですが、今回は初めてこの背中側から出たということなんですね。はい、そうなんです。でもしそんな光が私があれば、もう私はずっと前を見てますから、私はキャンセルの話ってことなんですけど、それでその光が出た時は、私、どんな話をしていたか、ご記憶にないでしょうか。そこがね、はっきり覚えてないんですけど、多分カインのお話だったかなと思うんです。ちょっとそこが曖昧なんで、あまり気に留めてなかったので、その上の人の光だとは私思ってなかったんですね。気がつかなかったんで、フラッシュだ、もうフラッシュだろうなとしか思い込んでなかったんで、だからそこまで、私のそれで言っていれば、私の素朴な疑問はですね、私は全然見てないんですよ。前向いてたから、光がどこから出たとしたら、私それを見た、それほど強烈な光だったら見たはずなんですけど、今の経験からすみますね、上の方に光ったのはそういうものなんですよ。そっち見てても何も見えなくて、他の人は見てるとかね。そうなんです、ね。だから、ですから、私が見なかったことについては、私は何とも不思議に思ってませんけども、私は全く気がつけませんでした。前見て、あの時話をしていたわけですけどもね。だから、ひょっとしたら私が背中を向けた時に光ったのかなと思って、私がどんな姿勢だったかとは、ことについては、ご記憶ないですよね。そうですね、覚えてはおらなかったですね。なるほどね。はい。わかりました。それでね、今いただいた証言の記録として、はい、残させていただいていいかってことで、よろしいですか。はい。お名前は出しませんし、それから、私の医療代理、明日か明後日には発表させていただければと思うんですが、よろしいでしょうか。はい、でございます。はい。わかりました。またこれからもお願いいたします。こちらこそ。本当に、F 先生はですね、私の真ん前でいろいろうなずいてくださったもんですからね。ああ、そうですね。私はもう話、嬉しくて嬉しくて。ああ、そうだったよ、ね。話しやすくてね、もうとにかく、もう本当に自分で後で自分のビデオを見て、あんなに嬉しそうな自分、あんまり見たことないもんですから。ああ、そうだったんですか。私、本当に楽しかったです、今回は。思わず、うなずいて、はい、本当に腑に落ちたというかね、はい、本当に自分の考えてることが腑に落ちるようなお話をいただいたんで、はい、すごく、思わず、はい、動画を出して、それ、またご覧いただくようになってますので、ぜひご覧ください。はい、わかりました。本当にありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いください。はい、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、はい。月曜日午後10時20分です。
YouTube is an American online video sharing platform headquartered in San Bruno, California, founded by three former PayPal employees, Chad Hurley, Steve Chen, and Jared Karim in February 2005. It was on August 25th, 2005 when I, Hiroshi Hayashi, first published a video on YouTube. The history of YouTube was my history itself. YouTube がカリフォルニアのサンプルノで生まれたのは2005年2月です。私が最初にその YouTube に動画を発表したのが2005年8月25日のことです。YouTube の歴史は私の歴史そのものでした。広志林、HMS City Japan。ビデオ日誌2021年11月15日、林博史です。こんにちは。昨日ですね、ビスキーチャンネルさんという方からこんなコメントが届きました。何でもですね、私のチャンネルがですね、発行動画数でかつて世界ランキング1位になっていたというのです。世界ランキングでですよ、1位になっていたというわけですよね。で、早速そのなんて言いますか、ランキングの表をですね教えていただきました。それが皆さんにこれからご覧いただく世界ランキングの表ということになります。で、2005年の4月からですね、 YouTube がですね発足したわけですけども、で、私が登場するのはもう少し後なんですけどもね。で、私より2ヶ月先にですね、日本で最初の YouTube の動画がアップロードされていました。まあ、それはそれなんですけども、2005年7月ですよね。この頃はですね、まあ、5、6本出せばですね、世界ランキング例えばですよ、20位以内に入ったわけです。まあ、それくらい YouTuber の YouTuber って言いますかね、利用者が少なかったということですね。こうして見るとチャンネル登録者の数もですね、全世界で200人いなかったということになりますね。で、ここで私、林博史が登場します。2005年の9月です。トップランキングの方でも146ですか、そんなもんですね。で、ここで第10位に浮上します。まあ、2005年という時代はそういう時代であったということですね。日本向けのそのなんて言いますか、サービスが始まったのは2007年だそうですからね。ですから、まあ、この頃はですね、アメリカって言いますかね、英語で直接申し込んで、いわゆる当時はですね ADS 通信でしてね、もう時間がかかると言ったらありませんでしたね。まあ、その辺が不便なところでした。それからカメラの性能も悪かったですね。それからまあ、いわゆるビデオ編集ソフトも性能が悪かったですね。まあ、レンダリングっていうのをしたわけですけども、それにもやたらと時間がかかったような記憶があります。で、林博史が徐々に浮上してきました。現在5位ですか、まで来ています。まあ、200何十本かでね、5位、4位っていうわけですからね。まあ、今から思うと本当に YouTuber っていうのは少なかったということになります。ここで第2位に浮上します。第2位に浮上して、徐々に追い上げていって、まあ、この頃ですね、こんな統計が取られているとは知りませんでしたからね。ですから私は全然そんなことは気にしないで、当時はマイペースで動画を発表していたわけです。そして2006年の4月に第1位に浮上します。
まあ、第1位というのは気持ちいいですね。世界ナンバーワンランキング第1位ですからね。で第1位になって、まあ、下から追い上げられるようになるわけですけども、まだこの頃はそれほど YouTube っていうのは知られていなかったみたいですね。私が第1位 で下の方を見ると77本出してるとかって、まあ、そういう数字が出てきてますから、全体でも、まあ、なんか1000本、全世界でですよ、1000本の動画ぐらいしかなかったってことになるわけですよね。1000本ですからね、考えられませんね。今の YouTube 全盛期といいますかね、のこの時代から見るとですね。で第2位がだん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 追い上げてきます。まあ、いろんなサイトがありますけど、今現在はですね、とにかく漫画っていうのが多いですね。漫画、これはあのどん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 こうしたランキングが移動したり変化していくわけですけども、まあ、いわゆるものになってますかね、背景に似てますか、バックにその企業が入ってきたという感じでですね、この辺りから、まあ、そしてどん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 追い上げられてきます。でもまだトップ1位をですねキープしてます。で8ヶ月間、私ねこれ計算してますと8ヶ月間ね世界第1位をキープしました。で2006年11月までですね、8ヶ月間です。で第2位に転落します。まあ、全然そのね1位を狙って動画を出していたわけじゃないんですけどもね、この頃はですね私の幼児教室の様子をですね毎日アップロードしていました。まあ、子供たちを撮るというよりもでね、もう私の教室そのものをですね教えている風景を毎日のようにアップロードしていました。それでまあこういう数になったわけです。まあ、このあたりまだかろうじて第2位をキープしています。まあ、こういうことを分かっていればですね、まあ、もっとね動画を発表したと思うんですけども、当時はですねとにかく時間がかかりましたからね。先ほど言いましたようにカメラの性能も悪いですから、ですからなんていうか画像もね鮮明じゃないし、そのいわゆる画像処理ソフトもね、まあ、今とは比較ならないほど良くなかったですね。はい。でレンダリングにも時間がかかったし、今度はですねアップロードするのにも時間がかかりました。10分の動画でそれこそ1時間ぐらいアップロードに時間かかったような気がします。まあ、記憶ははっきりしてませんけれどもね。で、まあ、私のようにねこのビデオ編集ソフトで編集してから出すという方はまだこの当時はほとんどいらっしゃらなかったと思いますね。動画をそのままそのぶつけるようにその発表なさっている方が多かったような気がします。で今5位ぐらいに転落してきました。まあ、こうして見るとって言いますかね、繰り返しになりますけども、分かっていればねもう当時ねこんな風に、まあ、記録が取られていろんなとということが分かっていればもっともっと馬力を入れたと、馬力をかけてね発表したと思うんですけどもね。で同時にですね当時はですねその YouTube 社の方にね、まあ、メールコメントを書きますとね直接こう返事をいただいたりねということをしていたわけですけども、まあ、私の印象としてはですね YouTube の方っていうのは親切だなというふうに思ってました。まあ、その理由がですね今この表を見て初めて分かりました。でごく最近までね、まあ、直接 YouTube の方からいろいろ教えていただいたりねアドバイスいただいたり、まあ、いろいろとね嫌がらせがあってもですね直接その YouTube 社の人からですねこうこうこうですよというような連絡をいただいていました。まあ、その理由もですねこうしてこのランキング表を見ているとですね、まあ、そうだったんだなという、まあ、印象を持っています。で2008年ですね、またこの頃いろんなね教育相談であるとか子育て相談であるとかね、いわゆるまあ教室の私のね幼児教室の様子をですね、まあ、アップロードしていたもんですから、それなりに数は増えてますけども、一番上のようにね、まあ、増えるということは、まあね、それはあの YouTube の場合はですね、たった2分の動画でもね、1本ですからね、あるいは30分
分でも1時間でも1本ですからね、まあ、その辺を、まあ、いわゆるまあ時間数にすればどうかな、今でも時間数にすればですね、私トップ10に入れるんじゃないかと思いますね。いわゆるアップロードして滞在時間って、滞在じゃなくて何ていうかな、その動画の時間数 何百万時間とかね、そういうふうにすればもう少し記録が今でもひょっとしたら10位以内に入れるんじゃないのかなと思ってます。さらに動画の質ということになりますよね。いわゆるまあどういうのが質が悪いとは言えませんけども、逆にね、質のいい動画っていうのはありますからね。私が見ていてもいわゆるもなってますが、手間暇かけていろいろ自分で調べてですよ、パクリじゃなくて自分で調べて、そして動画を発表しているというような意味で質のいい動画っていうのもあるわけですよね。一方そうでない動画も多いということです、内容的にもね。ですからまあ何とも言えませんけども、まあ、質の高さでランキングをつけていただいたらですね、かなりいいところまでいくんじゃないのかななんてね、自画自賛的に評価しています。まあ、要するにこれで約37ヶ月間ね、10位をキープしました。今矢印のところに私がいます。ですから 3年と1ヶ月ですよね、第10位をキープしました。何かしらね、あの頃の自分が蘇ってくる同時に懐かしいと言いますかね、ああそんな風に頑張ったんだななんてね思っています。もちろんあの記録を取るためにね頑張ったんじゃありませんけどもね、結果として今日、このようなね動画あるってことですね、リスキーチャンネルさんという方から教えていただいたもんですから、まあ正直言って嬉しかったもんですからね、まあこのような形で記録が残っていたんだなんてね嬉しかったですね。ということで、まあ、今日は2本ビデオ代理を出しましたけども、楽しんでいただけましたでしょうか。それでは皆さん、さよなら。バイ。